どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、久しぶりですね、提供松坂通りシャイニング松坂さん、いらっしゃいますよね。我らの希望の星シャイニング兄貴が、まあ、前あの僕の、生放送にありがたいことにね出ていただいた時に使っていたデッキを、まあ、リュウさんこれよかったらということで、まあ、あのご提供をいただきまして、でまあいろいろと、調整を重ねまして、組み上げたシャイニング松坂たるゆえんというね、こういうデッキになってます。シャイニング松坂ってなんでこういう風に呼ばれてるのかって皆さんあのご存知ない方、一応説明しておくんですけれども、あの生放送中にですね、あの異常にですね、あのブルーアイズシャイニングドラゴンを出したんですよあの人シャイニングブルーアイズシャイニングドラゴンを出しまくったんですよ。死ぬほど出しまして、もうほんとなんでそれ出るのみたいな、半端ねえっつって、後ろ向きのボールめっちゃトラップするやんっていう状態ですよね。本当に滝川第二高校びっくりみたいな状態だったんですけども、そのこのシャイニングドラゴンのこのシャイニングを取ってシャイニング松坂と言われていたわけですよ。でまあ今でも言われてるんですけども、一部の間では、このブルーアジシャイニングドラゴンっていうのを今日は活躍させていく、そういうデッキになってまして、でこのモンスター、出し方めちゃくちゃむずいです。このカードは通常召喚ができませんよと、自分のフィールドのブルーアイズアルティメットドラゴン一体をリリースした場合のみ特殊召喚できるよと。まあもちろんね、融合しなくても、なんかその、なんだろう、ブルーアイズホワイト、ブルーアイズアルティメットドラゴンにするよというカードね。融合識別とか、ああ、できんだっけあれ。ああいうのとか、なんかその、でも別にいけるんですけど、その、この、カード出すにあたってやっぱね、融合しないといけないっていう、実は、とかあって、こいつの攻撃力、このカードの攻撃力は自分の墓地のドラゴン族モンスターの数かける300アップしますよと。だから、要は融合して、ドラゴン族を墓地に送っといたら、その打点が高くなるんですよね。このシャイニングが。だから、融合は基本的にします。基本的に正規融合をします。で、このカードを対象とする魔法トラップモンスターの効果は、無効にできるよと。破壊しないんですけどね。無効にしますっていう効果です。で、このシャイニングを出すにあたってやっぱ融合しないとね、いけないんですよね。まずは。でもかっこいいじゃないですか。ブルーアイズアルティメットドラゴンじゃないといけないんで、例えば今回のスキル進化した最強ドラゴンにしてるんですけど、一応ね、このネオブルーアイズとかではダメなんですよ。ネオブルーアイズとかではダメで、これブルーアイズアルティメットドラゴンじゃないから。だからこれじゃダメですよ。これアルティメットライジングっていうね、デュエルリンクス一番最初のパックにて実装されたこのカードじゃないといけないんですよ。で、これを融合するにはブルーアイズホワイトドラゴンが3体ですよっていう融合召喚条件なんで、それを揃えるために、まあブルーアイズホワイトドラゴンもちろん3枚入ってますし、あとブルーアイズホワイトドラゴンになれる、沼地の、マシン用、これ最強のブルーアイズホワイトドラゴンですね。これ何にでもなれます何にでもなれる、ブルーアイズホワイトドラゴンにもなれる、もういろんなモンスターになりますから、このモンスターを3枚、そしてこいつは手だから捨てると融合持ってこれるんで、やっぱりね、相性がいいということでにもあるし、あとは、ブルーアイズを、要は手札に持ってこないといけないんで、伝説の、白石、ホワイトオブレジェンドとか、あと太鼓の白石ね、この辺で、こう、まあ、霊竜出して、お茶を濁したりとか、まあ、霊竜変身ブルーアイズとか、まあ、単純に太鼓からブルーアイズ出してもいいし、まあ、こういったギミックを入れていて、まあ、本当は調和の法則とかあるとね、一番いいんですけど、まあ、今回は、コスモブレイン軸で、ある程度、融合しなくても戦いつつ、もうここぞという時に融合するよという、まあ、そういうギミックになってます。ちなみに防御札は一切ありません攻めることのみ、攻めることにのみ焦点を置いてます。もう波紋とかね、エネコンとかクリーボールとか、そんなものはありません。全てを攻撃に全振りしました。まあ、キングのデッキには確かに、ね、波紋がもともと入ってたと思うんですけども、もういらねえってなって知らんの、俺は攻撃するっつって、攻撃は最大の防御っていう、まあ、そういう理論です。で、まあ、もちろん融合して素材が墓地に行くんで、まあ、銀竜の合法とか、これ創生札ですね。銀竜の合法とか、まあ、あとは単純にこの目覚めからの、伝説の目覚めで捨てるっていうムーブがめっちゃ強いんで、ブルーアイズ3枚持ってくるから、めっちゃ強いんで、あとちなみに目覚めはこれも、シャイニングも持ってこれるんでね、まあ、相性がいいよということで入れてます。はい。
以上です。たまにね、やっぱネオブルーアイズ出しちゃうこともあるんですけど、そこはちょっと勘弁してください。ということで、早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手のことは、ユーキン。ユーキン、デュエル、スタンバイ。なるほど。ここは、太鼓。で、エンド。シャイニングドラゴンの、効果名。効果名はシャイニングフレア、そして、攻撃名はシャイニングバースト、そしてなんか破壊効果はシャイニングノバっていうね、なんかすごいかっこいいなんか名前がついてるらしいんですけども、無効にするとかあんまないんで、おそらくシャイニングバーストしか使えないと思います、おそらくね。今日は一応まあネオブルーアイズも入ってるんですけど、基本的にはこのシャイニングを出していきたいと、そんな風に考えております。やめろってそれ、やめ、怖いがやめろよ。なんだ二刀流か、光んねえなこれ、怖いな。二刀流かな、なんかもう二刀流もうなんか踏みに行くしかねえんだよな。もうなんかこれでもういいや、もう行こう二刀流、もういいやもう二刀流でも、もうクソみたいなプリングして、ああ違うのマジか、違うのか。それは話が変わってくるな。あーどうしよう、二刀流じゃないの、二刀流じゃないのか、二刀流じゃないのか、ちょっと戻されたいみたいなのがあったんだよね、ぶっちゃけ。まあちょっと反転してシンクロを狙ってなんか戻されたいみたいなのがあったんですけど、一応こうしてでシンクロ9いっときゃいいかな、シンクロ9いっとこうで、新しい方、俺のプライド、そして俺様の魂、貴様に見せてやる。これはですね、皆さんココイチのおまけでついてきたブルーアイズなんですよ。カレーアイズ、ホワイトドラゴン召喚。カレーアイズと巷では言われておりました。そして反転召喚、ホワイトオブエンシェント。そして俺はレベル8ブルーアイズホワイトドラゴン、レベル1ホワイトオブエンシェントチューニング。これは銀竜でいいな、あれ多分強化させてもらうんじゃないかな、多分だけど。白き力まといし銀の翼、その号砲とともには反逆の翼ひるがえせ、シンクロ召喚、勝せよ双眼の銀竜。そして双眼の銀竜はシンクロ召喚に成功した次の相手のターンの終了時まで、このカードは効果では破壊さない、そして効果の対象もならない。よしいいぞ、これで霊竜は俺は蘇生できる、次の相手ターンにな、次の相手ターンじゃない、次の自分のターンにな。これ2体並べときゃまあ多分死なねえだろ、さすがに死なんやろ、ちょ死んだらごめんなんだけど死んだらごめんなんだけど多分死なんでしょ。3000今そう簡単に6部種抜けないからね。まあこの人がリミット守ってるかどうかはちょっとわかんないけど、生物がこれからなくなるんでね、生物を巡る戦いっていうのが完全にリミットで殺されてるんで6部種きついんですよ。で粉砕も修正あって、だからほんと二刀流に頼るしかないなみたいなことを言われてはいるんですけども、おーやー、なるほどな。で、あの2枚なんだかで、これが光るかどうか光る。ここでやっと満を持して二刀流来るかな。まあ、とりあえず、今伏せた白木、なんだっけ、今伏せるやつは多分二刀流かなんかなんじゃないかと思うから、なんか何の反応もないあっちの左側のやつをぶち抜こう。白木霊竜、行け！そして白木霊竜の効果発動。白木霊竜は、召喚特殊召喚に成功した場合、相手のフィールド上の魔法トラップカードを、なるほどね。水産的なやつね。だからまあ蘇生する札っていうのはまあ間違ってなかったから、ほとんど合ってた。ほとんど合ってはいた。そしてブルーアイズを回収してさあ戻すなら今だぞ。戻すなら霊竜とまあそうだろうな、まあ銀竜も戻さない。変身できちゃう、いい、大丈夫。バトル行くよ。普通に。まだ融合はしないよ。まだ融合はしない。6番に取り、オッケー。読み通りですね。まあ、6部集はやっぱね、さすがにね、そのね、対戦回数が多いんで、やっぱ読みやすいですね。バックも。なんだかんだ。はいはいはい、なるほどですね。まあ、初動読むんじゃなかったんだけど。初動はまあ、初動わかんなかったんだけど。これきついよ、もう。これきついでしょ。これって、これフリーチェーンで、あれ、白き霊竜、ブルーアイズになるし。これきついやろ、だいぶ。滅びのシャイニングバースが決まるぞ、これ。滅びのシャイニングバースト、シャイニングバーストだよ、確か、攻撃名。あ、そうだ、シャイニングバースト。滅びのシャイニングバースト決まるぞ。これやばいぞ、6部。
お前これ頑張んねえぞ、お前これ死ぬぞ、俺融合してるのは死ぬぞ、お前大丈夫か。まあ、六部衆もね、もうだいぶもう、まあ一世風靡セピアしたんで、まああのまあここあたりがまあ寿命かなっていうのはあるんですけど、まあ、六部衆もそうだし、あと魔導ね、あの光と闇の交換魔導、魔導もね一気に長かったですからね、非常にあの迷惑じゃないっていう本当に長かったですけど、まあ、そろそろもういなくなるでしょっていう感はあるんで、意外と魔法カード系止められるサイマジとか支援がいなくなるっていうのは、結構なんかその魔法トラップカードを中心としている、なんだろう、デッキにはまあ結構あの追い風なんかなと思いますけど。さあということで久しぶりですね、もう一度終わらすのは大地を揺るがす灼熱のゴーホー、強大な敵をうがっち破滅をもたらす砲弾と火星、神器の召喚降誕せよドラッグオンバーミリオン、そして伝説の主題者の効果によってブルーアイズフォアドラゴンは手段に加えられたぜ、そして灼眼の気流ドラッグオンバーミリオンの効果、墓地の中南門サイターを除外し、てめえのフィールドのカードを1枚破壊する、そして風魔の効果、これは読んでいた、風魔の効果によって何かが出てくるぜ、六武士モンスター、まあおそらくあのなんか、サーチするやつ、六武士使わすぎてあの名前わかんねえや、なんだっけ、六武士の影六武士、何やっけなあいつの名前、なんかサーチするやつ、違うわ全然違った、沼城マシンの効果、そして融合も手段に加えるぜ、そして俺はニューロンが死んでるからなモンスターの名前を覚えるの苦手なんだ、そして俺はブルーアイズホワイトドラゴン3体の魂を埋葬し現れよ、これが究極にして最強のモンスターの姿だ、貴様に思い知らせてやる、ブルーアイズホワイトドラゴン3体融合、ブルーアイズアルティメットドラゴン、そしてこの下敷きは即座にリリースしてやる、俺はブルーアイズアルティメットドラゴンをリリースし、シャイニングドラゴンを召喚、バトルだ、くらえホラビのシャイニングバースト、かっけー、マジでただ出す意味ほんとないけどね、出した意味ほんとにない。さあお相手の方いきます、ガードもセットでーすやばやばい、これだいぶやばいぞ、これだいぶやばいけど、ただでも言うてね、先行やることないんすよ、このデッキ先行やることないんすよ、ほんとになんかもう、たもうなんか魂のエンドしかないんすよ、ほんとにロット、オッケー、ロット遅いから大丈夫、オッケー、ワンキルはされん、多分さすがにワンキルはされないから、まあナビゲートですよね、まあナビゲートですよね、オッケー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 、いいですよ全然オッケー、まあ多分トゥーンブラックマジシャンとブラックマジシャン出すっていうデッキでしょうね、あ、イレジオマジか、お、いきなりそれ殴ってからでよくない、それ殴ってからでいいんじゃないか説ってあるけどね、それ速攻魔法なんだから、速攻魔法なんだから、その殴ってからでもう、あ、に伏せしたいのか、なるほどな、そういうことか、なるほどなるほど、そういうことか、ってことはあの2枚だいぶ自信あんな、あいつあいつあの2枚めっちゃ自信あるよ、怖あんだよそのカード、まあ、でもこれで一応アルティメット出せるんですよねただこれアルティメットシャイニング出ねえからネオブライでいいや、コスモリン捨ててでブルーアイズ的なやつをなんか攻撃力3000くらいのなんかヤバそうなモンスターを持ってくる効果で、ヤバそうなモンスター持ってきてでそうですね、融合しましょう、俺は手札に存在するブルーアイズ沼地メットドラゴンとブルーアイズホワイトドラゴン2体の魂を埋葬し現れよすまねえキンシャイニング兄貴、すまねえ、ちょ俺は勝ちたいんや、ワイは勝ちたいんや、ネオブルーアイズアルティメットドラゴンを融合召喚現れよ、ここでブラックマジシャン2体出てきたところでそんなやつは封鎖してくれる、いくぞバトルフェイズだ、押すていいな、ナビゲート使うの使え、ナビゲート使うの使え、はよお前の命はもうこれ終わりだぞ、ちょっとほんと波紋やめて、波紋マジでちょ、ナビゲートのチェーンで隠して波紋マジでやめて、それあのほんと迷惑だから、それはね言ってたシャイニング松坂が、あれ迷惑じゃないって、あのナビゲートの裏で波紋構えてナビゲートのチェーンで波紋隠すの迷惑じゃないって言ってたから、まあ、まあ言ってないんだけど、いや言ってないんかーい、ネオアルティメットバーストマジシャンズナビゲート、そんなものは知らん、そんなものは知らん、そんな貧弱モンスターなど
粉砕してくれるわ。いけネオアルティメット、ネオプレアルティメットマスターね、ハイパーアルティメットバースト、ハイパーアルティメットバースト、ちょほんと長いなんだこのチェン、一連だおらおら、もう一回ネオアルティメットドラゴンの効果、ハイパーアルティメットバースト、二連だ。なんだこのチェン、なんなんだこのチェンはネオアルティメットドラゴンの効果、ハイパーアルティメットバースト、3連だ。またラビゲートかなこれ、もしかして、うわめんど、うわめんど、クソめんどいんやが、どんだけ、まあちょっと4連打するわ、じゃあ俺4連打するわ出てきたブラックマちゃん全員殺すわ、くらえハイパーアルティメットバースト4連打。おおれ、そして銀利の合法の効果を、銀利の合法は墓地の通常モンスター一体を選択し特殊召喚できる、現れよブルーアイツホワイトドラゴン、ほんとこの社長何連打するのもうちょっと5連打なんだけど、やばー、なんでなんかすごい連打、ヘルカイザーもびっくり、私の名はヘルカイザーカイバー、滅びのバーストストリーム、あ終了だ出てきたモンスター4体全部ぶち殺しちゃった、これがブルーアイスだ、力こそ全て暴れ力、トゥーンの目視、ああいいだろう、トゥーンキングダムぐらい、なんトゥーンモンスターでもいいのか、トゥーンモンスターでもいいのか、なんだなんだそのセットカードは、なんか怖いな、何も引かんねえなおい、何も波紋か、ここに来た波紋か、あやばい攻撃反応系だ、まずい、バカめ、俺はまだ銀利の誤報というカードが控えてるぜ、俺は銀利の誤報の効果によってブルーアイツホワイトドラゴンを特殊召喚、これ今一体守備だったな、ちょっと手拍子で攻撃してきた、いけー、いい召喚ムービー何回流れんだこのデュエル、うるやブルーアイツホワイトドラゴン滅びのバーストストリーム、しょらーターン終了だ、さあどうするよペガサスさんよ、ブラックマジシャンを蘇生でもしたらどうだ、あとライフ戦士がいな、黒のベル使えねえな、大丈夫かキングダムだろそれ、バトルだ、くらえ滅びのバーストストリーム、兄貴、兄貴ほどシャイニングドラゴンが出ねえよ、さあお相手の方、武藤ユウキさんよろしくお願いします、デュエル3倍、ユウキ行くぞユウキ、エグザは結構いいぞ勇気、ただターンエンドしかないぞ勇気先行プレミなんですよねこのデッキって、まあ、結局サイバー流とかとやってるのと同じなんで、結局その高打点並べて殴るっていうだけなんでね、基本的にはあれですわ、やってることは同じ、やってることは一緒、サイバー流と、なので高校、まあ、サイバー流じゃんけんをして、高校取るっていうのはほんマジで重要、先行だってまじプレミだから、このデッキは。アレイスター、あ、もうアレイスターやったら、あ、でもやばいか、アレイスター2枚だったらこれ詰むな。あ、でも粉砕じゃないから、大丈夫か。粉砕じゃ、ガーディアンの力マジでやめて。ガーディアンの力とアレイスター2枚とかいうクソみたいな手札やめてね。お願いだから。本当に。あの殺意に満ち溢れた手札マジイラつくから。もうブロック安定だから。ちょっとマジでやめて。本当に。まあでもアレイスターやっぱね、今後もだいぶ強いっすね。OCG の方ではですね、メルカバーっていうなんか光属性と融合するなんかすげえパーミッションしてくるマジでやばいやつがいるんですけど、そいつとかもまだ控えてるし、なんだかんだやっぱ呼吸度数めっちゃ強いし、呼吸度数やっぱリンクスだとめっちゃ強くないですか、なんか、まあ、まあもちろん OCG でも結構強いんですけど、出てきたら困るモンスターではあるんですけども、こいつめっちゃ強いわやっぱ、そのねやっぱね効果で効果が多すぎる効果多すぎるし、なんかこの陰キャ耐性が高すぎる、あれ攻撃せんのマジ？やっちゃってんじゃないそれ、それやっちゃってるんじゃないのそれ、あ、これあれなんですよ、これで結構ね、先行ターンエンド何もしないと意外とみんな何もせんっていう意外とね、意外とみんな何もせんっていう、ブルーアイズファイトドラゴンを 2個持ってきて攻撃し忘れるプレイングをさせるっていうのもプレイングですから、攻撃を忘れさせるっていうプレイング、
融合召喚強引に正当化していくスタイル、ブルーアイズホワイトドラゴン3体の魂をなんか1体違うの混ざってる気がするが、ブルーアイズホワイトドラゴン3体の魂を舞い過ごし現れよブルーアイズアルティエットドラゴン、これがブルーアイズ究極にして最強の姿、ブルーアイズ3体融合した場合のみ現れし神よりも強力なモンスター、そしてこれちなみに、親族聞きません、ブルーアイズアルティメットドラゴン過去下敷きをリリースし、ブルーアイズシャイニングドラゴン召喚、きたー打点が下がったぜ打点が下がったぜ、なんだこのフェリーチェーンのアレイスターとさ、なんかその癖なのか分かんないんでね、マジでアレイスターめんどくせえわ、それもめんどくさい、あの癖が分かんないってマジでめんどくさい、さあ使えよアレイスターを、よし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 、バイーンってなる、バイーンってなる、バイーンってなった、でターン終了、ブルーアイズシャイニングドラゴンはな対象に取る効果を全て無効にできる、つまりなんかやべえ、なんかやべえ方ができても、なんか、なんま、バンリュー、バンリュー、え嘘だろ、おちやめろ、使うな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 、ざけんなよ、なんでだよ、なんでだよ、なんでだよ、召喚獣で我慢してよ、ちょ、なんでだよ、もう。